あそこに見えるのがラスタリア。何をしようとしているか分かっているのか。当然だろう。ラムダの意志は僕の意志、ラムダの希望は僕の希望だ。もうすぐ僕たちはこの世界そのものになる。僕たちの理想そのものに。こんな汚れた世界、僕たちに優しくない世界だ。作り変えてしまえばいいんだ。お前の言う理想の世界とはどんなところだ。こんなことをして実現するものなのか。僕たちが世界そのものになれば、醜い争いの元凶を地上から消し去ることができる。争いの元凶、それ人間の存在だ。人は己の欲のために際限なく争いを起こす。人は存在していること自体が罪であり、間違いだった。違うか。人間を滅ぼすことで争いをなくす。そうしたらお前はどうなるんだ。たった一人になってそれからどうするって言うんだ。そんなやり方で争いの元を絶とうなんて間違ってる。故郷を追われた時、お前は俺に手を差し伸べてくれたな。それが俺にはとても嬉しかった。リチャード、お前ならこんなことをしなくてもその優しさで争いをなくせるはずだ。黙れ。ものすごい気が発散している。これはエレスの力か。これで分かっただろう。今の我いかに圧倒的な存在であるか。君たちにはもう僕たちを止めることはできない。なぜなら君たちは我の手によってここで死ぬのだから。ユウ、いつも仲間たちに消えろ。魔人の閃光、ヤッシュの魔人、おとなしく魔人を死ぬ。ハッハッハッ、終わらせてやる。全てを切り裂く。ジュウ、魔力集中。こと強いぜ、入れよう。ガンソー、あの仲間たちに消えろ。ベース、わかる。ラムダの融合が進みすぎたせいで分離ができない状態なのかもしれない。なんだって。アスベル、
君なら僕を止めてくれると思ったよ。僕は裏切られるくらいなら誰とも関わりたくない。いや、いっそのこと誰もいなくなってしまえばいい。みんな消えてなくなればいい。そう思う一方で、誰かに救ってほしい、分かってほしいと思ってきた。君と争いながらも君に助けてほしいと願うなんて。お前は俺の友達だ。どんなに争っても俺はお前を見捨てない。見捨てられるもんか。アスミン、君はこんな僕をまだ友と呼ぶのか。ありがとう、アスベル。だが僕は気づくのが少し遅かったようだ。遅いんだ、何もかも遅かったんだよ。僕はもうラムダの気持ちと自分の気持ち、どっちが自分の気持ちか分からなくなってきているんだ。このままでは君たちの命を奪うことになってしまう。だから今のうちにとどめを刺すんだ。早く。リチャード、諦めるな。そうはさせない。この声、もしやラムダか。アスベル、僕がラムダの意識を抑える。早くとどめを。アスベル、早く。ラムダなのか。リチャードの体から離れて今まで取り込んだエレスと融合している。あれを倒せば全てが終わるんだ。全てが終わる。我を倒した次は何と争う。
争う相手が見つからねば自ら作り出すか。人間はいつもそうだ。存在していくために他を犠牲にし続ける。その必要のないものまで争いに巻き込み悪として滅ぼす。それがいかに無知でおごった考えか分かろうともしない。死をもってその罪を償うがいい。我に勝つことなどできはしない。